気づいてる？何が？やっぱ気づいてないか。うん、気づいちゃってさ、僕さっき。何を？これループしてんだよね。ループ？ずーっとここ回ってんだよね、ぐるぐる。いや、行く道歩いてるだけだろ。この地下鉄のだろ。うん。8番出口？でもなんか、なんならこのおっさんも同じおっさんが歩いてくるもんな。あー、なんか見たような気もしなくもないな。やっぱ同じおっさんだよね。マジか。気づいてなかった。全然早く着かねえかなって思ってたよ。もうだから俺さ、うん、焼きそば屋行くのやめようっつったべや。一回食ったらもう十分なんだって。焼きそば屋はうまいだろ。いや、一回食ったらもういいよ。い、焼きそば屋はうまいよ。帰りも多分これ帰り道もうループすんだろ、うん、マジで。うん、あ、おさんいる。いや、違うのか。あれあれあれ、一番になった。こっち1か。あ、でも違うよね。まだ、おっさんおかしいだろ。もう、チラシみたいなのあるじゃん。うん。そっから怪しいよね。まあ、同じの流れてるからな。音の大きさはいいかい。うん。これ数えてみ。丸の数もちょうど8個なのよ。だからここになんかあると見張ってるわけ。いや、9個ない？嘘？あ、9か。ダメだこれ。うん。アルバイトパート募集か。うん。まあそうだな、中岡も来年にはバイト必要だもんな。これはドッグサロンか。うーん、この辺が8関係ないんで、ここだけやっぱ8異常に押してるぞ、8を。そうね、8でね。なんかあるんじゃない、全面にこんなに8を押してるということは。やっぱこうワームホールか。あ、でもね、肛門絞りっていうのが、うん、これ懐かしいな。犬のね。まあ僕猫だけどな。これね、猫とか犬は、うん、肛門腺っていうところが何かの間違いで腫れて肛門を圧迫することがあんのよ、うんうん、でそれをもう猫すっごい犬とかすっごい具合悪そうにしてうずくまるんだけど、うんうん、それをなんか、あ、もうこれまずい、既得かとか言って病院に連れてったら、うん、はい、あ、これは肛門絞ればいいですねっていう謎の言葉を発した後、うん、獣医が、うん、ビニールの手袋を右手にピッてやって、はい、ちょっと飼い主さん押さえててくれますかと、うん、猫暴れるんで、はい、何すんのかと思ったら、うん、人差し指をそのまま猫の肛門に、うん、第二関節まで薬を入れました。でこねくり回して中でミキサーして、うんうん、はい、ポンって出すと、うん、もうね、卓球の球みたいなの出てきた。何が入ってたの。足して8000円。ん、これどうだ、司法書士か。あんまり関係なさそうだな。無料。特にか。フォトエクスヒビティションか。うん、なさそうね。なんもないな。ギャラリー。一般、あんまりか。この辺もなさそうだ。10月だしな。防犯カメラ作動。ん？え？いやいやいや、まあまあまあ、そこだろう、どう見ても。まあ右じゃないの、普通に行けっていう感じじゃない。動かなくなった。動かなくなったね。動かな、あ、左向いた。まあ一応押さえとくか。うん、誰、防犯カメラ。防犯カメラでしょ。で、禁煙、ノースモーキング。うん、タバコは吸わないからな。あれ、なんか見られてんのかね。これ映んないように行くとかじゃないか。いや、でもこれ360度カメラだもん。どこ行ったって映るやつだよ。でも四角じゃないした。下も映るんじゃなかったっけ。あ、俺映んの、あれカメラの穴じゃないの。キープレス、それがもう大事なんじゃない。まあ、この多分ね、展示ブロックの左側ってことだよね。うん、ご案内、異変を逃さないこと。ほう。異変を見つけたらすぐに引き返すこと。うん、異変が見つからなかったら引き返さないこと。うん、8番出口から外に出ることか。はぁ、異変を見つけたらすぐに引き返せって、さっきのあの目のやつがすでに異変だろ。あそこでじゃ引き返さなきゃダメなんだ。あそこ引き返しじゃないもん。で、見つからなかったら引き返すなら進めってことか。うん、これ異変どうだ。
今はない。南部公園一応覚えてこうぜ。そうだ、上から3つ君覚えろよ。なんで俺3つよ。じゃあ僕2つ覚えるわ。うん、動かないな。動かないね。え、さっきなんで動いたんだ。わかんない。じゃあ今異変はないからまっすぐ行っていいってことじゃないか。まあ、そういうことか。行くよ。多分ね。あ、一応左側通行で行くの方がいい気はする。まあ、キープレフトだね。そしてで、まっすぐ行くと、うん、ライトとかも大丈夫だな。大丈夫か、これ、うん、看板。ああ、そっか。いや、大丈夫だ、大丈夫だね、一緒だね。見逃さない。今画面にうっすらなんか赤い丸映ってない？また今黒いポスターの上ぐらい。ちょっとずらして視線。お前の鼻クソだろそれ。もうちょい左向いて。それこれこれ何これ。わかんない。左側になんかほんのり、あれそれ。あのこっちの画面にしかないってことは、うん、これ任天堂スイッチの画面役じゃない。この時点で引き返してみてもいいと思うんだよな。いやーマジか。だってずっ、そっか。次、あ、びっくりした。待って、もうこれ引き返しなきゃダメだよ。待って異変だもん。分からん。あっ、あ、びっくりした。マジびっくりした。どうしたマジで。おっさんの、おっさんがいるね。おっさん、出口1番進んだ。出口1番で、おっさん、ちょっとおっさんの頭を見とこう、ちゃんと。うん、薄めね、この人ね。まあ、スマホを確認してるだけだ。スマホの画面見れる。いや、あ、暗いね。うん、グレア、反射グレア入ってる。あー、で、1番だろ。うん、異変を見逃さないこと。あ、これは大丈夫だ。うん、もう、まあ、並びもいいよね。一緒、うん、同じ。まあ、左側通行かの方がいいと思う。あ、行こうや。消えてる。ちょっと待って、今左側通行の、え、嘘。あの、いや、今のさ、正面にいつもあるじゃん、ここ。いや、ここじゃないよ。あ、違う、この手前じゃない。あの、看板の左側だから、この手前の、え、左側一つ前に戻んないと。あ、そうか。うん、いや、なんで。え、嘘。ほら、ここだよ、左側通行の。あ、これか、1個前ね。うん、あの、出口0番、うん、出口2番になってる。え、いいんじゃない。なんでいいんだ。あ、だって異常ないから来たんだ。そうだわ。でもさ、出口、あ、そっか、あの出口8番のところはループしてるわけじゃないんだ。あそこはひたすら来るんじゃない。だからあそこで何かが起きるんじゃない。そうだ、だそこでもしかしたら看板の些細な変化とかが大事になってくるんじゃないか。米子成平八本木一緒。うん、いや、左側通行で通すね。うん、通した方がいい。今2番出口はよしか。うん、あれ、これはいいんだ。日常だもん今。いや、日常だ。これ異変気づこう。そうね、なんかあった場合とね。でもな、2番の後出口8番って来るかな。それ言ったらさっき1番の次8番でアウトだろ。アルバイトパート、まあ中身にあまり変化はないようだが、細かい文字とか、こいつの目動くことがあるからさ、確実な異変だよね。うん、今はないね。今はそうだ。まだ左側、この先か、左になってる、右になってるとかないか。ない、大丈夫、今ってこない。ゼロだ。え、なんで戻った。なんでゼロってんじゃない。だから一番になってる。あ、ほんとだ、左側で合ってんだ。うん、とりあえず最初は左側ベタバリで来いってことだ。そうね。で、この後だ。で、2番まではいけるんじゃないか、つまり。じゃ、あ、でも赤くなってる、あそこ。どこ、ほら、あの、あれあれ、カメラ。え、カメラ赤くなってるって。どこよ。ここ。ほら、見てみ。そこにカメラあったっけ。あると思う、あの目のやつの上に。ほら、赤くなってるカメラ。あ、じゃあこれ異変じゃん。いや、これ異変かどうか分かんなくない。あー、でもどうよ、これが異変かどうか微妙じゃない。でもまあ戻るか、念のため、うん、で左側ね、行きつつ、うん、でも確かに一つしか赤いのないよな。うん、俺気づかなかったそれ全然。あいつと一緒に行けってことか。で、止まる、必ず。で、2番だ。お、合ってんだ。2番まで来たわ。じゃ、ポスターの中の細かい文字も下手したら変わるかもしれない。マジか。
大丈夫そう。ここも上と下逆とかあるから。あれも下のやつ色ついてたっけ中ちゃん。これあ、ついてない、ついてない。下の目色ついてないよね。白黒だったと思う。これ異変なんじゃない。それでも確認する。あー一回ループする。この先を考えて。そうだね、一回ループしよう、うん、これで1、うん、0に戻ってれば。あれ3になった。え、なんで異常ないんだわ。え、異常じゃないのか。いや、なんだ、そういうことじゃないか。いや、中ちゃんほら、え、やっうわぁ異常だわね、これ。4番が明らかに水だな。ちょ、待て怖い大丈夫おかしいって。いや、別にそんな何もないです、うん、あ、来るね、うん、なんだ。走るよ。うん。あれ、ゼロ、ゼロ、この親父さ、うん、ちょっと顔さよく見ようよ。さっき笑ってなかった、うん、この親父。いや、仏頂面だったと思うな。仏頂面だったか。え、待って、なんか変なやついる。奥に、奥奥奥奥、壁の上奥の壁みたいに。ああ、なるほどね。一応見てみよう。うん、それ焼き付きじゃないんだ。なんかおかしいね。これダメだ。うわマジで怖い。やめろ。2番だったね。ちょ、怖い怖い。うわあ、おお捕まっちゃダメなんか。逃げなきゃダメなんか。捕まっちゃダメなんか。なさそうではある。うん、異変は。異常だね。待って待って、おっさんの顔。あー、変だね。透明だね。これは引き返そう。うん、これは引き返そう。何したおっさん。いや、おかしい、この大丈夫か。あのっぺらもな。うん、透明になってるね、一部分。3番まで来たわ。じゃ、これ追い越してもいいな。うん、きっとあれは襲ってこないんだな、おっさんは。おっさん襲ってこないね。それだけやっぱ優しいよ、癒しだよ、僕らの。で、次だ。3番出口まで来たぞ、うん、いよいよおっさんに何か異変ないか。また股間部分が隆起しているとかそれは多分生理現象だからね。あの、放置してあげた方がいいと思う。じゃあ異変ではないということか。そうね、正常なね。仮にあったとしても生物としての通常。歩き速くない？一緒でしょう。違う。いや、明らかに1回でもポスターの変化が見れればな。そう、8番逆。あ、そうだ、出口。じゃあもうこの視点で戻ればいいわけだ。でいいんじゃないかな。よっしゃ、よしよしよし、3番出口来たよ。ここはちゃんと左だねっていう。そうだ、そうだ、そうだ、書いてある通りだ。わあ、びっくりした。あれはおかしいね。あれは異変だ。おっさんは来ないんだ。おっさん来ない。追っかけてこないよな。足音聞こえたらダッシュな。うん、6番来た、6番来た。おしおしおし、おっさん、あ、来ちゃったか。逆に来たか。あ、ライト見てなかった。ライトね、大丈夫だ。ライトは大丈夫、うん、ライト大丈夫。あ、待って、扉1個なくない？これよ、中岡さんすごいっすわ。扉の数、うん、だ。7番。ん？ちょ、ごめん、禁煙の看板見て。え、逆？向き逆じゃない？マジか。戻ろう、長ちゃん、戻ろう。もう、長ちゃんの勘にかけよう。8番だ。おじゃ、合ってんだ。
逆なんだ。え、あ、早いよおっさん。それは言えんなよな。一応見たいな、あの看板。え、いや違うの、あれ。くそ、でも8番出口まで来てさ、うん、でも答えじゃないんだね。8番まで来たじゃん今。そうで、何、あの先にってこと、先か戻った時に本当に出口があったんだ。でも寸前の寸前でおっさんに捕まったんだ。そうだ。あ、ちょっと待って待って、上のライトガタガタ。マジか。ダクトの位置はさ、うん、いいよね。合ってんだ。合ってる、合ってるでいこう。手前すぎると思ってたんだ。うん、もうそれは置いとこうや、うん、ダクトの数多くない。いや、向こう1個だってた。あー、ちょ、ポスター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 。ああ、これはもうこういう分かりやすいので攻めてくるわけよ。そういうことだ。基本的には中の文字だけとかはないんだ。そう、すんごく分かりやすく攻めてきてる。僕らがね、あまりにも細かいところを見すぎなわけよ。そうね。じゃ、もう大らかな目で見よう。うん、ないな、おそらく。こんなん別にいいんだわ、うん、見なくて。さらーっと見てくる、さらーっと。いいんだわ。あ、あ、あ、これも異変ってことだ。異変だね。よしよしよし。じゃあ戻りましょう。うん、オッケー。さっきここまで来たからね、あいつら。あ、そうだよ。ここで僕止まって、こう看板の一つになったのよ、うんうん、でもダメだった。けどもうこの奥だわ、行くのは。逃げるなら奥まで逃げるか。どう。あ、待って、ダクト。あ、大丈夫。ダクト一緒。もういいやか、ダクトは。靴下履いてたんじゃないかな。なんもねえや。これは異変ですね。うん、出てくんじゃない、下手したら。出てこい。いや、鳴ってるだけだ、うん、行こう、戻ろう。一番だな。これは見やすい。それはあかんわ。全部こんなんだったらいいのにな。もしかして片方裸足になるとかさ、ありえるからね。行った先でさ、こっち振り向いてるかもしらんしな。どうだ、タイル算でいうと88で合ってるわ、うん、間違いない。一応チェックしよう。え、間違いない。タイル、ここでかくない？ん？え、でかくない？いや、あ、10タイルある。絶対でかいよね。10タイルある。だ、さっき俺ポスターちっちゃくねって言った時も。そうなんだ。ちっちゃかった時あるんだわ。マジか。遠近感で狂わされてんだ。うん、タイルでかいわ。タイルじゃないわ、ポスターがでかい。ポスターがでかい。戻るか。でもさ、よく考えたら、あの監視カメラ注意は一緒のサイズなんだね。あれと比較すると全然、こういう光明度全然違うよな。ほんとだ。扉ぐらいでかいもんな、うん、さーて、異変探しに行くか。でも待って、あまりにも発見したときにさ、うん、ちょっとモニターに唾飛ばしすぎて、うん、ちょっと世紀の大発見感があった、僕の中では。この待って、おっさん大丈夫だな。おっさん大丈夫だよ、うん、ここ曲がった瞬間がもうドキドキだな。わかんねえ。うん、一回ここで。うん、分かった分かった。まずおっさんをゆっくりね、挙動を。7番まで来たからな、もう引き戻したくはないもんな。あれ、スマホの電源入ってない。え、あ、いや、違うか。すごいね、親父の身長今回全然変わんないね。うん、大丈夫だ。うん、大丈夫大丈夫。大丈夫だよね。ちっちゃくもなってないしな。
した。動いた。動いた。動いた。絶対動いた。絶対動いたって。ああ。よかったよかった。戻ろう戻ろう戻ろう。ふっと。で8番か。よし。8番行こう。おっさんよし。おっさんよし。禁煙の髪の大きさもよし。髪よしだね。一応大きさチェックするわ。大丈夫。大丈夫。スマホさん完璧によしだ、うん。で、タイルも全部チェックしていこう。よあれ !8 個か、いいんだな。うん、バーも8個だろ。どう?ポスターは。もう、後悔ないように行こうや。行くにしろ、戻るにしろ。うん、目も動いてないし、だ、ノブの位置、一応見とこう。よし。ノブの位置大丈夫。火災報知器、一応チェックしよう。良さそうではある。でも、ノブの位置、ちょっと左すぎるとかは、ないな、大丈夫だな。あれ?いや、大丈夫。大丈夫だね。あ、ごめん。ん?どうした?看板の上の看板。これかい?大丈夫か?地下広場じゃない?ああ、よかった。色なかったっけ?大丈夫だよね。白だったと思う。白だったよね。ドゥッ。おぉ!これ何が、よかったんだ。何が良かったんで、何が悪かったのかわからん。まあでも見えてるところは、ちゃんと見てるってことじゃない?うん、タイル山意味なかったな。いやでもあのポスターの大きさは絶対タイル山だよ。だって気づかなかったもん、タオルタイルの大きさのポスターか。おっ、何これ。見つかってない異変が11個あるって。嘘。うん、でもさっきのが何が違ったか。あ待って、どうした。ダクトの位置おかしくない。え、あの え待って、看板、上の看板見て。中岡さんやっぱすごいよね。よしよし、なかったわ。え、もう出口。え、じゃあそれは異変じゃないのか。だよね。だよな。だってありえんよな。おっさんも来ないもんな。え、行ったらどうなんだろうあれ。戻るのかな、間違えたよって言って。またよね。戻るよな、だってまだ2番だもんな僕ら、うん、戻ろう。まあ異変だったようだ。よかった。残り9個あるらしいよ。9個あるって、うん、右に行くか。うん、大丈夫、うん、大丈夫だね。待って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 、怖い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 。顔違う。こんな顔ではなかったよな。違うわ。ってこれホラーじゃん。うん、大体僕も見たぜ全部。大体見たぜ。これもう一回トイレ行ってくるわ。あ、てかもうやめようとしたら。じゃじゃじゃ、いやいや、ほんとにトイレ、もう一回終わろうぜ。トイレだから。無理だ、無理だって。何が。いや、なんかその感じが無理だと思う。酔ったんでしょ。多少は酔ってるけど、ちょっと日を改めようぜ。そしたら無理なんでしょ。きっと見れてはいる。大丈夫大丈夫。いや、やめようぜ。いや、明らかおかしいもん。中ちゃんが一番異変あるもん今日。隣からの異変やばいもん今日。日を改めようぜ。もう一回明日もう一回やろう。そしたらニコニコの放送終わった後、うん、残り9個だから。そうね。そうやったらいいだろう。うん、もう今日は酔い止め飲んでからやろうぜ。酔い止め飲んだんだよな。うん、それを飲んでからやろう。うん、じゃあ一回今日ここまで。はい、長野君は一回8番抜けたら帰って。帰れるかなこっから。無理かな。なんかやばいよね。顔真っ青になる。
なってはいないわ。血色良すぎその顔。よし、じゃあまた明日、はい、お会いしましょう。お相手は坂本龍馬、そして下坊中岡慎太郎でした。すまねえ。